今日色学の理論の流れで言うと成長なんですよ本当は。なんですけど目標ないんで皆さん、なのでその状況下で成長の話しても意味がないので飛ばします。目標がないことはないと思うんですけど、みんなバラバラっていうことだね、まあそうね、まあ、つまりその到達地点があるからその差分が生まれる、ギャップが生まれる、それを埋めていくという成長ということになるんで、そこのメソッドをまあここでメインでやってもまああまりしょうがないかなと。なんで今日は変化、アッキーさん変化好きですか？変化好きです。中さんも、まあ、変化しない方があるんですけど、たまに気分を変えた方がいい時あるので変化した方がいいかなと。たまに気分を変えた方がいい、うん、なるほど。中島さん、まあ、俺自身があってことですね、うん、は多分変化してる方じゃないかなと思うんですけど、まあ自己評価ですね。はい、はい、将軍は私はもう七連休です。変化しまくりです。ああビジュアルがねGT 僕ももう変化しまくりです。とりあえず入り口のところってやっぱりちょっと奥なんですけど、一度その変化っていうのを体験しちゃえばまたもういけいけって感じです。父さん、僕は変化したいんですけど、このその変化のラインで言うと変わってないと思って、時間軸を伸ばせば変化してるに値しますが、緩やかすぎてまだ変化してないと思って変化しようと思って生きてます。なるほど。変化しようというのは変化してるんですか、してないんですか？変化してるんですよ僕あのスターウォーズとか全然見たことないんですけど、そのヨーダっていうでしょ、 Do or do not there is no try っていう名言があって、やるかやらないかだと、トライしますというのはないと、存在しないとっていうことなんで、変化しようとしてるというのは変化してないってことですね。変化してますよ、それなら変化してます。あ、そう。俺はあのいろんなことをやってやるんですけれど、俺の持ってるゴールにはまだたどり着いてないわけですよ、うん、やることはするんですけど、それが一番分かりやすい単位でお金に変わってないんですよ。だから変化してない表現を使ったんです。でもそのヨーダの話によると、あのやるかやらないかでやってるんで変化してます。じゃあですね、今日はこの変化しない人々がなぜ変化しないかについて考えていきたいと。調子のよかさん、周りにいますか？私の兄はルーティンが決まりすぎてて、見てるとイライラしますね兄貴がルーティンばっかやってると、はい、もうあの時間がきっちり決まって、でも起きる時間、寝る時間、テレビを見る時間、トイレに行く時間、それを見てると何か、ま、守りに入ってるような気がします。ああ変化してねえなと、はい、いうことですね。だから怖い何かがあってそれを守ってる人かなって思います。市川さんご自身が変化してないって言ってましたけど、いや必要に迫られてないんだよ。やっぱ結局のところ自分は変化しないんですと思ってるんですけど、必要に迫られれば変わる部分があって、まあ、そこはあんまりあれね、本質的に自分が変化と感じてないから、まあ、変化してないって言ったり、うん、GT さんは周りにいますか、変化してない人、うん、変化しない人は例えばこれ外的な、例えば老化するとかいうのは入らないってことで、ああ、まあ、色学意識構造なんで意識が変わらない人たちっていう、なんかでも例えば、まあ、現状を維持していくと、うん、いろんなものが僕は結構鈍ってくるかなっていうのを思ってて、はいはい、定期的に新しいものっていうのは今までやったことない何でもいいんですけど、まあ、例えば僕がたまにこれやってみるかとか言ってやったのがあのバンジージャンプとかもうそんな些細なことでもないんですけど、はいはい、まあ、自分の経験として一応それも変化っていうふうに僕は捉えてて、本当に些細なことでもいいんで定期的に何かしらこう新しいもの、例えば新しいスマホゲー始めるでもいいし、もうそういうのは何かしらやってないとなんかもう気持ち悪いというか、それぐらい落ち着きがないですよ。なる、うん、K さんはどうですか、変化しない人、意識変わんない人。まずあの変化の基準が分からない、いや来ると思ったよ、絶対、うん、そしてあの人によって、まあ、変化に対する尺度が違うので例えばあの市川さん変化していないって言ったんですけども、自分から見たら市川さんは変化しているんですと、なのでその、まあ、変化しないも、うん、その人それぞれになっちゃうので、まあでも他者から見て変化している場合は変化しているってことですね。まあでも本人は変化してないっていうことですから、本人的には変わってないです。逆もありえます。じゃあ自己評価ありえないってことで
そう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 、まあ、他者評価で進みますよね。まあ、それを踏まえた上で変化しない人がなぜ変化しないかっていうならば、まあ、そこに有益性があったわけじゃないですか。めちゃくちゃなんか色学講師になろうとしてる。やるのってやっぱストレスがあるんで、あの新しいこと始めないってことはそのストレスを感じないっていう有益性はやっぱありますよね。僕もやっぱ新しいことやるときちょっとストレス最初入り口はやっぱ感じます。なるほど。で一回慣れちゃえばやっぱもうああこれ始めてよかったなとかなりますよ。じゃあですね、今日は変化について考えていきますよということで、世の中で変わるもの変わらないもの、こういうの好きでしょ。はい、奈良さん、変わるもの、変わるもの、変わるもの、わかんないです、なんですか、どういうことですか。もうちょっと広すぎて申し訳ないんですけど。広いですね。はい。パチスロの規定がよく変わります。ねえねえねえですか。パチスロのパチスロね。規定がよく変わる。規定ルールね。6号機だとか今なんですけど、はいはい、多分また変わっていくんでしょうね。どうしますか。神羅万象ね。神羅万象。神羅万象ってことは変わらないものはないです。ない。駅前の土地の値段や。あ、変わってます、ね、それはあの某あれね某 CM ね、あれが、はい、女心と秋の空ってやつ、あんま受けなかったね。あとりあえず言いたいだけ。トンさん、変わらないもの、自分の性格じゃないですか。少年、少年です。はい。おモチベーション高いニート。変わらないもの、過去とか歴史。おーおー、すげえ。これ厳密に言うと過去と歴史って微妙に違いますよね。歴史は変わる可能性ある。ああ、うん、ああそうなんです。今日だから地学行ったっていうことは変わらないじゃん。うん、でも市川さんが今日ここに来たっていうことを誰も全員死に耐えたらどうなるんですか。まあ、確かに過去起きた事実は変わらないかもしれないんですけど、うん、歴史は変わりますよね。ね、蘇我の馬子はいなかった説とかね、小説ね、井伊直虎は男だった説とかね、まあ、いろいろありますよね。全ては時間の流れに乗っているという大前提があります。でこの大前提を置くと、未来側に向かって未来永劫を絶対に変わらないと言い切れるものはこれないということですね。全て変化するという、来たよこの当たり前の話が、これですね。はい、じゃあですね、ちょっとざっくりとしたこれ斜めの線、これ世の中の変化ですね。世の中常にこう変化してますと、時間とともに変化しますっていうことなんですけど、身の回りで最近起きた大きな変化なんかありますか。ミニ株で変わったことはですね、 SNS 変えたんですよ。はい、そう、あの前の SNS が、ね、あの有料になるって話が出たわけです。それで一部の人はですね、金払えばいいやんっていうニュートじゃないやつが出てきたわけです。それでニートたちは払えるわけないやんって言ったわけです。そしたらあの無料の SNS になりました。なるほど。そうだっけ。ああ、まあ、というように世の中こう常に変化するわけなんですけど、この世の中の変化をまあ主導していく、まあ、ある種若新さんのこのニー株という取り組みも革新的かもしれませんが、まあ世の中の変化をこう先取りしていくっていうのは、まあ、これは主体的能動的に変化すると。一方で世の中の変化に対してこう、まあ、置いていかれる、まあ、これ対価衰退、まあ、受動的変化ということで変化させられるという、周りが変化することによってなんか変化した感じがしてくるという、受動的変化ということで、まあ、こう2種類あって、でさらに皆さん何かこのワードを出していただいてますが、でこう現状維持っていうね、この線があるという時に、中さんは現状維持は進化ですか衰退ですか。現状維持っていう状態が何かをお金を生み出すとか何か生み出し続けてるんだったらいいですけど、そうじゃなかったらあの衰退して他に置いていかれるのに近いんだと。そうですね。なので、まあ、周りが変化していくということでいくと置いていかれるということなので、現状維持衰退ということなんですけど、父さん現状維持衰退という感覚ありますか。現状維持衰退という感覚ですか。ありますね、うん、本能的にはそんな感じします。どうしたら脱却できそうですか。挑戦し続けることでしょうね。ちょっと言わない言い方を言ったカット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 させないみたいな。カメラ近いからってこれ今だけ切り取られたらもうなんか色覚ニート洗脳したいから。そうです。
島さんどうですか。これ最初の左側のところの、はい、まあ、多分とこって、はい、多分ちょっとの差しかないんですよ、はい、だけどこっちだと結構大きな差になるから、こう見ると、まあ、何もやってないとか現状維持とかだと、はい、すごい差になってる。すごい差になる、うん、あとなっていう、すごい差、うん、素晴らしい。すべては変化する現状維持衰退っていうことを抑えつつ、じゃ人にまつわる変化ね、さっき GD が老化っていう話を出してきましたけど、人にまつわる変化っていうことで、まあ、例えばまあ身体的なもの、これはまあ嫌おうがなしに変化してますし、僕と皆様との、ね、出会いもね、これ人間関係変化ですねっていうような形で、いろいろな変化ありますよねと。でまあ、識別で扱っているのは思考とか、まあ、思考と価値観ではまあほぼイコールかなと思いますけど、知識とか経験とか、まあ、こういういろんなものがこう時間とともに変化していきますと。これいいですよね。でここで皆さんとディスカッションしたいのは2つあって、問い1は時に変化を止めた方がいいもの、この中でね。で問い2は変化が止まりやすいものはということで、皆さんこう持論を好きでしょ、こういうのなんとかです、なぜならばっていう、これも好きでしょということで、ちょっとここでちょっと議論したいんですけど、今日も識学チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。最後にチャンネル登録をお願いします。